皆さんこんにちは。今日は引きこもりと諸葛亮孔明ということでお話ししようと思います。引きこもりというのは仕事または通学をせずに、自室または自宅に滞在している時間が長い人のことを言うんだと思います。でですね、諸葛亮孔明って言いますよね。あの三国志の登場人物で、非常に日本で、人気がある人です。天才的な軍師である。でこの人はですね、引きこもりなんですよね。あの孔明はですね、若い頃、ある先生のもとで、学問を学んだみたいなんですよね。その後ですね、何を思ったか山の中の家にね、山奥の家にね、引きこもって、学問思索を深めていたっていうことになりますよね。ってことは、その時孔明は通勤してないですよね。どっかで仕事してね、ちょっとね、物を売ったりとかね、家を作ったりとかね、してないですよね。家でね、試作してね、文学もしてますからね。で、通学もしてないですよね。どっか あの学校に行ってるとかないですがね。で、家にいる時間が長いという、まさに引きこもりであったというね。でその孔明はですね、ちょっとね、すごい人いるよっていうね、なんか噂がね立ってたみたいですよね、さすが。でそれを聞きつけたのが例の劉備玄徳さんなんですよね。で有名な三顧の礼っていうのが、行われるわけですよね。この三顧の礼の3っていう数字はね、ちょっとややこしいですよね。3人がね、お願いします、うちに来てくださいって言ったっていう意味かもしれないし、その3回行ったっていう意味の3かもしれないですよね。主として3回っていう意味だと思うんですよね。3回、1回行ってダメだった、でももう1回行く、2回目行ってダメだった、でももう1回行くんだ、でやっと出てきてくれたっていうね、そういうね、感動的なシーンがありますよね。でそれでね、その熱意に負けてですね、孔明は庵を出たんですよね。でどういう時代だったかというと、漢王朝ですね、漢字の漢ですよね。で漢王朝には前漢と後漢っていうんですよ。後漢、後漢ですよね。前漢と後漢っていうのがあるんですよ。間に新っていうね、新しいっていう字のね、王朝がね、一瞬だけ入ってますけどね、前漢と後漢っていうね、すごい長い王朝があるんですよね。その長い王朝の後漢が衰えまくったところなんですよね。で、衰えたらどうなるか。中央はね、もう腐敗したやつらばっかりなんですよね。もう金と欲とね、酒とにね、溺れてね、でデタラメばっかりやってね、自分の懐に金を入れるっていうね、もうそういうやつらでも中央はね、王の周りはね、そういうやつらばっかり、だったというね。で、そうなったらもうね、庶民はどうなるか、もう不満がたまりにたまりますよね。不満がたまってぶつくさ言ってる段にはいいんですけど、そんな段階じゃないですね。不満に不満で黄巾族の乱っていうのがね、起こったんですよね。このね、後ろにね、頭にその黄色い布を巻いていたから黄巾族、黄色い布巾みたいなね、布を巻いていたから黄巾族の乱っていうね、そういうのが起こって大変なやっぱり不満を持ってる人が集まるんですよね。で世直しだっていうのでね、戦うんですけど、で中央もね、軍を派遣するんですよね。ところがその軍もですね、腐敗してるやつらの下に優秀な軍隊ができるわけないですよね。だから朝廷から派遣されてもね、でたらめをやってね、仕事やってるふりしたりしてね、だからね、族を抑えきれないんですよね。そういう、だからもう仕方ないから地方の豪族に頼ろうとかいうことで、いろんなね、曹操とかね、いましたよね。とかね、ちょっとね、お前が行けとかね、言ってね、そういう、なんていうか、カリスマのあるところには優秀な軍隊がいるから、強かったりして、するんですよね。正規軍より強かったりしたりね、したんだと思いますよね。ということは、どういう時代かというと、本来なら中央に優秀な人が集まるはずなんですね。もう選抜されてね、優秀な人の中から優秀な人を取るって、兵士もね、強い奴らの中から強い人を取るっていうね、もうそれが腐敗してるから、そういう優れた人を
抜擢すると自分がやられちゃうかもしれないから、優れた人を見つけたら殺すみたいなことになるね。まっすぐに殺しますよっていうことになるんですよね。で、自分 その言う通りにする、腐敗したやつらをね、酒と女に溺れた腐敗したやつらをあげる。で、軍も同じようなことになるんですよね。ということで、優秀な人はね、もう殺されたらたまらんので、地方に逃げるっていうね、そういうことになります。だから真ん中で中央で腐敗したやつらが暴れてて、清廉潔白で優秀な人材はもう地方に、ね、身を隠したっていうね、そんな時代になります。その身を隠した人の一人が孔明だったっていうことになりますよね。だから能力を生かす場がなかったんですよね。地方ではその能力を生かせるかっていうとね、もう世相がね、そんな風になってますからね、混乱と腐敗、腐敗と混乱ですよね。だから優秀なね、能力を生かす場がないんですよね。仕方ないから、山奥にこもろうかでね、今の時代はこんなんだからっていう。で、ところが山奥にこもるとですね、だから異質だったからこそ、山奥に思ったんですよね。中央で腐敗することもできないし、で地方でその族に加わることもできないっていうね、族がね、そんな優秀な人をね使うことはできないですからね。だからその異質さがあった。だからその他にはない知見を持っていたんですよね。で、また引きこもるとですね、時間がね長く使えるんですよね。ちょっとね、庭のね、野菜とか作ったりしたとしても、時間はね長いんですよね。ということは、試作の時間が長いということは、試作が深くなるんですよね。だから、それ以外にない知見を持っていて、しかもその知見、試作が深いとなると、もうこれはね、すごい人材だということで、玄徳の耳にも入ったということになりますよね。で、話を戻してね、今の時代ね、引きこもりっていうの、引きこもりっていう言葉がね、いつ、ポピュラーになったか、報道とかで、ちょっとね、調べにくいんですよね、知りたいですね。ちょっと昔の新聞とかね、ひっくり返して調べればいいんでしょうけどね、図書館に行って。多分、ね、平成に入ってからぐらいだと思うんですよね。で、平成に入ってからどういう時代だったかというと、まず一つ、バブルの経済と経済の低迷がありますよね。戦後、敗戦国って言ってね、焼け野原から復興を遂げて、えさら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 、で、バブルがあって、ガカーンっていったんですよね。あれが、一つの戦後の頂点、一つの頂点だったと思うんですよね。なんか今、ちょっとね、発音がおかしい。一つの頂点だったと思うんですよね。で、その経済の低迷の中で、就職事情が悪化したんですよね。で、ブラック企業っていうのがね、もう有名になりましたよね。どこもブラックだったね。一部ごく例外のホワイト企業は除きますけどね、どこもブラックだっていうことはですね、もう仕事がないから、仕事がないし、お金が、ね、ないと生活できないから、ブラック企業でも働いたって、で、ね、命を落としたっていうね、自殺ね、本当にもう信じられないぐらいの残業をして、もう誰か助けてくださいっていう悲痛な叫びを残して、自殺したっていうね、こういう時代になったんですよね。人間を人間として扱わない社会になっていたんですよね。で、もう2つ目はですね、その戦後の経済発展がありますね。バブルなイザナギ景気ですかね、なんで人務景気とかありましたよね。昭和40、50年にやられていって、バブルまで行って、そのやっぱりね、経済が拡大したんですよね。で、富が蓄積していったんですよね、個々の家庭に。戦後はね、もう焼け野原でね、すっからかんですよね。ところがですね、富が蓄積していった。だから今、引きこもりが子供部屋おじさん、子供おじなんて言われるんですけど、その子供部屋があるっていうのも、子供が子供時代にその持ち家を持っていたっていう意味で、富があったっていうことね、裏返しなんですよね。だから子供部屋おじさんで、子供おじとか言うけど、それは親が努力して富を得た、戦後しっかりね働いたっていう証拠なんで、あんまり悪く言わないでほしいですよね。その富の蓄積があるから、で、親もですね、収入があるから、そこに寄生するっていう形になると思うんですよね。バイトとかもね、ついてる人も、引きこもりの人にもいると思うんですよね。そこがね、線引きが曖昧ですけどね。だから
富が蓄積するてるから、まあそういうねブラック企業とかでね、本当にもう非人間的な扱いを受けて、まあね命を落としたり、そのもうね本当に重大な病気とかになって、ストレスでね病気とかになるぐらいよりはマシだっていうね、まあ非常に合理的な判断ですよね、2つ目ですね。で3つ目はですね、まあ、オウム真理教事件がまあ代表してると思うんですよね。そのやっぱりね、あの戦後ね経済的に発展してる中でね、なんか置き去りにしてたんですよね、心っていうものをね、ちょっとね、で哲学とかいうのがね衰退してね、自分は何のために生きてるのかっていうのが失われていた。だからまあ優秀なね、あの高学歴の人たちがね、オウム真理教とかね、麻原彰晃で松本智津夫ですよね、のもとにね、あんなやつのもとに集まったんですよね。それだけまあ社会が空虚だったんですよね。だからその活動するっていう、まああの仕事にしろ通学にせよ、やっぱ活動なんで、活動にはやっぱり意義がないとやっぱりね動きにくいんですよね。そういうのが失われてしまったっていうね。しかもですね、まあ4つ目なんですけど、まあ拉致とか不審船事件とかありましたよね。であのまたね報道とかね、もう従軍慰安婦の強制連行とかね、お前らはみんなね犯罪者だとかね、そういう報道をバーってね、もうプラパガンダみたいにね、あの流してたんですよね。でそういう中でね、人がね明るくはつらつと生きるっていうのはなかなか難しいんですよね。社会全体が大敗していったんですよね。まあもちろんね、あの明るい人もいますけどね、そのなんかね全体のね、なんていうか、あの分布がね下がっていったんですよね、大敗していったんですよね。まあ敗戦国に対する工作活動みたいなのが激しかったんですよね。で、まあ、そういう中でなかなかね、あの優秀な人もね、あの沈んでいくんですよね、まあ、堕落した社会で、まあ、腐敗社会が腐敗していたんですよね、まあ、そういう社会で異質だから、でそういうまさに異質だから、その家にこもったんですよね。でこの家にこもって引きこもりの人たちは、まあ、あの今40代50代とかなってるかもしれないですけど、まさに現代の諸葛亮孔明なんですよね。だからこの中から乱世を正す人材が現れると私は考えております。乱れているのを、正して正常な状態に返せる、そういうあの深い知見を持った人材がこの中から必ず生まれてくると私は思っております。ではご視聴ありがとうございました。